手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス・タイレル。お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行ってるくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。 バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし行こう。 バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃないよ。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？今の何？ なんでこいつまだ生きてるの？よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何の狙いは俺じゃん。<笑>ニコライ！俺の列車から降りろ、このクソ野郎め。 Shit battered. やったぞ。交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。こっちだ。
あいつも終わりね。カルロス、応答して。ああ、どうした。ダメだった。列車が脱線した。脱線した。怪我人は。みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって。ちょっと嘘でしょ。生き返った。ネル、何が。ネル、答えろ。受けて立つわ。離れ。生成した。カルロス。お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だった。ダメ。自分が何をしたか分かってるの。知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタイン。忠告を聞かないからこうなる。カルロス。言ってろ。俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ぬわけない。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてるの。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ジル、大丈夫か？来たわ。Yeah.
やっと終わった。さよなら、ラクーンシティ。爆風の熱に包まれながらも寒気と虚しさを感じた。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく、他でも人間の欲望だ。ラクーンシティ。誰だろう。はい。シル、大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。大丈夫。